今日はね、小型のボートを描いてみます。まず流し角を描いて、そしてその対角線を結ぶ。ここから立ち上げた、これですね。それを延長したこの線が、このボートの中心線です。では、この中心線を見ながら、こちらに向かって見える立方体を描きましょう。こうですね。中心線は少し上に反らせます。そして、その中心線の先端と、この立方体のこの角のところですね。これを結びます。これが、船のへさき、要するに先端になるんですね。そして、このように斜めに、形を下ろして結ぶと、ほら、船になったでしょ？ね、これは、どのような船でも大体こういう基本形ですからね。これをしっかり学んでくださいね。余分な線を消したら、ボートですからね、こう座るとこの板を描きます。そして、オールの位置を決めて、あとはね、水に映っているボートの影を描きます。こんな感じかな。では、塗ってみましょうね。今日は白いボートですので、ちょっと暖色を塗って、下の方ね、ボート丸みを帯びているので、ちょっとこのくらい、暗い感じですね。ここね、ボートの底、水がね、足につかないように、こう、すのこのようなものを引いてあるんですね。そんな茶色の色を塗りましょう。そして白いボードですけども、今日はちょっとおしゃれに、ね、この、周りのとこね、赤色にしました。こちらは日陰の面ですから、少し暗くて冷たい色です。ほら、ボート見えてきたでしょ？そしてベンチのこの厚みを描いて、すのこの線を、加えて、じゃあ、水ですね。水、そうですね。今塗ってるとか遠い水ですので明るく。手前の水ほどだんだん暗く塗ってきて、少しこのようにね、水が動いた感じするといいですよ。これは、ベンチの影がスノークの上に落ちた部分ですね。そしてオールを塗ります。こちらもね。最後に船の影が水に映ってるんでしたね。ここを塗っています。さあどうですか？船がほら水に浮かんで見えるでしょ？はい。これで出来上がりです。はい、今回はこの小さいね、ボートを描いてみました。このね、風景描くときに船っていうのは結構厄介な、モチーフなんですね。特に船をこう正面から見たときの形は難しいと思います。ここのね、この辺先っていうか先端のね、形がどうなるかっていうのがつかみにくいんですよね。でもこれも、まずは簡単な箱として出発する。そうすると、うまく書けると思います。ぜひ、この単純なね、まずボートからだんだん、船のね、理解を深めていきましょう。いかがでしたか？これからもね、私と一緒に、水彩を楽しんでいきましょう。それではまた。Thank you.
いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。